小さな板を叩いてみます。このように板は割れていません。大きな板を叩いてみます。このように板は見事に2つに割れました。なぜ大きな板で割れたかというと、板を叩いた時に板の後ろあるいは周囲にある空気も一緒に加速させるわけです。その時に空気の質量分だけより大きな力が加わります。大きな板ではその質量が空気の質量分が大きいので板が見事に割れたんです。この時の質量を負荷質量と言います。